クープランの墓は、フランスの作曲家、モーリス・ラベルが1914年から1917年にかけて作曲したピアノ組曲。プレリュード、フーガ、フォルラーヌ、リゴドン、メヌエット、トッカータの6曲からなり、それぞれが第一次世界大戦で戦死した知人たちへの思い出に捧げられている。ラベル最後のピアノ独奏曲でもある。 1919年に4曲を抜粋した還元楽版が作曲者自身により作られた。現代中のトンボーはフランス語で破壊し、母比を意味する一般名詞ではあるが、音楽用語としてはバロック時代のフランス音楽に特徴的な個人を追悼する気楽曲を指すものである。バロック音楽の分野ではトンボーは墓とは訳さず、 トンボーとするのが一般的である。フランス北ブリオン・ラフォレにあるラベルが1917年にクープランの墓を作曲し、1922年に展覧会の絵の編曲を行った場所、クープランの墓はフランスでは作曲家、フランスワークープランに代表されるバロック音楽の時代の形式を借りた第一次世界大戦で犠牲になった。 ラベルの知人たちをしのぶ追悼、または追悼の曲である。1914年の第一次世界大戦には、フランスは勃発ごまもなく、ロシアからの要請とドイツからの宣戦線布告により、巻き込まれた。愛国心の強かった、ラベル自身も、野戦病院の病院者の運転手として従軍したが、1916年健康を害したことで、パリに戻り、 1917年除退した。この年にラベルは母親を失い、また大戦により、知人らを失った。そうして作曲された、この組曲の、各曲は、大戦で散った友人たちに捧げられた。1918年に、デュラン社から出版。諸藩符の総画と大事は、ラベル自身が筆を取った。1919年4月11日に、 サルガルボにおける独立音楽協会の演奏会においてピアニストのマルグリット・ロンによって初演された。ロンは最終曲トッカータを捧げられた音楽学者のジョゼフ・ルマルリアーブと結婚していたが戦争未亡人となっていた。初演の後ラベルを嫌う批評家が新聞にラベル作曲のクープランの墓は大変結構だった。だがクープラン作曲の ラベルの墓だったら、もっと結構だったに違いないと書いたというエピソードが残っている。ジャック・シャルロ注意に捧げられている。ビフ・ホタンチョウ。12・16拍子。古典的な組曲の冒頭に置かれる、前奏曲を版として書かれ、16部音符の無給動的な動きが全体を支配する。品質する装飾音符は白頭でそされるよう寄付されている。 ジャン・クルッピー少尉に捧げられている。アレグロ・モデラート、ホタン長。最後には三世が見られる。四、四拍子。風画形式。独特なリズムの主題を持ち、途中から半行風画が見られる。ガブリエル・ドゥリュック中尉に捧げられている。フォルラーヌとは来た、イタリアを起源とする古典的部局のこと。 ラベルは1914年にフランソワクープランの王宮のコンセールのフォルラーヌの編曲を行っており、この曲にはその明らかな影響が見られる。アレグレット、ポタン長。演奏所要時間がこの組曲中一番長い。6、八拍子。複合三部形式。ピエールパスカルのゴーダン兄弟に捧げられている。アッセビフ、ハチョウ長ョウ2、 四拍子の三部形式で、中間部は速度を落として、破綻調に転調する。リゴドーンとは鐘を表すほか、プロバンス地方に伝わる古典的部局のことも指す。トッカータ同様、演奏者によって、演奏速度が大きく異なっており、早く弾く奏者と、遅めに弾く奏者との演奏所要時間の差は、最大で約1分の開きが出ることもある。 メヌエット・ジャンドレフィスに捧げられている。アレグロ・モデラート、土長調三、四拍子。三部形式。戦術の通り初演者であるマルグリット・ロンの夫、ジョゼフ・ルマルリアー部隊員に捧げられている。二、四拍子。ロンド・ソナタ形式。最初補短調であるが、九十四小節目で、A 二短調に転調。百四十四小節目で、補短調に戻り。 217小節目で、ほ、蝶々に転調する。トッカータらしく早く、ピアニスティックな曲で、M 最後に、壮大な盛り上がりを見せて一気に、曲は終わる。同音連打を多用したピアノ曲の最高峰の一つに、位置づけられ、ラベルの作曲技法が惜しむことなく、注ぎ込まれている。技術的にも困難であり、多彩な表現が盛り込まれているために、 演奏者によって様々な解釈がなされており、演奏速度の設定からもそれを垣間見ることができる。例えば、ラベル自身から直接そのピアノ作品の解釈について、学んだブラドペルルミューテールの録音ではイコール約132で演奏されている。今日では、ラベルの譜面上の指定であるイコール144以上の高速で演奏するピアニストも多いが、 これには相当のテクニックが必要とされる。還元楽の魔術師と呼ばれ、多くのピアノ曲をオーケストレーションしたラベルは、このクープランの墓にも編曲を施している。ただしピアニスティックな技巧が全面に出される、トッカータと中間部のフーガの2曲は除外した。4曲は順序が変更され、プレリュード、フォルラーヌ、メヌエット、リゴドンの順に演奏される。 演奏時間は約17分。1920年2月28日にルネバトン式パドルー管弦楽団によって初演された。また、同年にバレエスエドワーによってフォルラーヌ、メヌエット、リゴドーンの3曲がバレエ化され、11月8日にシャンゼリゼ劇場で初演された。バレエ版は好評であり、1923年にはラベルが100回目の公演を指揮した。 日本初演は1925年1月25日、放置行動にて、大沼明とノートルシムフォニーオーケストラが行った。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペット1、ハープ1、言語部の小規模な2巻編成であり、打楽器を含まない。標準的なオーケストラ団体のほか、室内オーケストラ団体でも、レパートリーとして取り上げられる。 ラベルの他の楽曲でも見られることだが、木管楽器に対して、高度な技術を要求し、特にオーボエにとっては最難関の楽曲とされる。クープラン時代の様式による、追悼組曲音楽図鑑クラシックアービー、オレンシュタイン、井上さつき役、ラベル生涯と、作品音楽の友者、2006年、108ページ。ありがとうございます。